皆さんこんばんは、いつきです。今日も釣りフェス見ていただいてありがとうございます。いやー、新製品紹介すごく乾杯させていただきます。お疲れ様でした。いや、新製品紹介がめちゃくちゃ皆さんにうまく伝えれるかどうかすごい緊張しました。うまく伝わったでしょうか。ちょっと不安なんですけれども、でも結構ね、会場とかも盛り上がってものすごく楽しかったです。はい。で、今日結構間が空いてたので、そのうちにちょっと新製品をですね見漁りまして、一期的気になる、まあ主にワームとかフックとか、そのルアー的なものにはなってくるんですけれども、ちょっと何個か一期の気になるものを紹介していこうと思います。まず一つ目がですね、Dスタイルのブルーのシャットテール 3.41 3.41 ダウンサイズが出るんですよ。今まで 4.8 去年出たのかな、確か去年か一昨年に出て 4.8 のサイズしかなくて、ただそれをノーシンカーで投げて巻いた時に私感動しまして、すごいね、動きがなんか良かったんですよ。なんかシャットテールって結構好き嫌い分かれるじゃないですか、動き方って。でもすごく私の好みの動きだったので、まあでも 4.8 って若干関東では大きいのかなって、まあ、私があんまりその大きいサイズのシャットテールってあんまり使わないので、 3.4 が出たっていうのはものすごく気になります。はい。次行きましょう。次がブレディのヘビーモデルが出るんですよ。まあ、通称オモディって言ってね、実は琵琶湖に行った時にザップの社長さんにね、ちょっと重いのもあるんだよみたいな感じで、ちょっと一回だけ、まだ多分プロトの段階だったと思うんですけど、見せてもらって、いやついに製品化されたなと。そう、 0.9 と 1.8 しかなくて、ただこのヘビーブレディっていう、ブレディヘビーモデルか。ただその何グラムかっていうのがちょっと書いてないので、何グラムの重りがついたのかっていうのはわからないんですけど、まあ3月予定でブレディのヘビーモデルが出ると。まあでも 1.8 じゃどうしても風が強かったりとか、水深があったりとかっていうところで物足りなかったところにこれが出るっていうのはちょっと楽しみです。うん、はい。で、次がですね、メガバスのスリーパーギルっていう、私これね初めて見たんですよ。フックがもうついてるんですよ。フック内蔵されてて、ヒレの部分にフックは隠れてるんですけど、まあ、ゲップ出た。結構柔らかい素材なので、フックがもう簡単に出てフッキングされるっていうね、こういう感じの、すいません、ちょっとライトがあれなんですけど、こういう感じの、もうシャットテール、ギル型のシャットテールっていう、なんか、これめっちゃ楽じゃん、みたいな。つけて巻くだけじゃん、思って。こういうの、なんか投げたこと、使ったことなかったので、俺はちょっと気になるなという感じです。だってカバーにこれ入れれるんだよ。めちゃくちゃ良くないですか？はーい、次がですね、フック。ガード付きフィネスフックなんですけど、その名も FF フック。来ました。これはもう買うしかないでしょ、みたいな。FF フックっていうのがあって、
これもね、画像を出しとくんですけど、虫系のワームにすごくいいんじゃないかなって。私今まで虫系はダウンショットとか脳進化で、まあ、フィネスワッキーで使ってることが多かったので、このガード付きで、しかも水平を保ちながら、ガードついてるんでカバーにも全然入れれるし、これはなんか、そうだ、愛の形がね、すごく水平を保つように作られてるので、もともとあったんですよ。従来3と2、3番と2番があって、新サイズで4番と1番が出るみたいなので、そう、ちょっとこれは FF フック。名前からしてちょっとこれは使わずにはいられないフックですね。あと最後、もう最後なんか 衝撃的なやつがあって、レインズのイノーマスチューブっていうのがあったんですけど、皆さん見ましたか？これ。何これってなりません？ いやー、なんかボトムを、なんか、いやもうこれも画像載せとくんですけど、上半分が多分、じゃあ上半分、じゃあ下半分が全部、ひらひらのラバーっていうのが足になってて、もうこれがね、すごいんですよ。水中映像も見てください、皆さん。ぜひもう、イカみたいな、本当に。淡水に、イカで誘うみたいな。これはちょっと、衝撃を受けました。これ食うやつ本当にいるの？ちょっと試してみたいな、みたいな、なんか。すごい、衝撃を受けた。これ、何？ソフトルアーなのか。でも、チューブ型ビッグベイトって書いてあるんで。まあ、ビッグベイトですよね。多分、ヘビーとか、ヘビーで投げれるのかな？ちょっとウエイトとか書いてなかったんでわかんないんですけど。ちょっとこの辺のね、多分今年、続々と他のメーカーとかからも、いろんな新製品出てくると思うので、私も、まあ、買ってみて、使ってみて、いろんな感想を、お伝えできたらなと思いますので、これからもよろしくお願いします。はい。ということで、最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。ほじゃなー。明日もついフェス見てねー。